10月16日は、グレゴリオ歴で年始から289日目にあたり、年末まで、あと76日ある。マリアントワネット処刑ライプツヒの戦いフランス軍が、敗北し、フランスのドイツ支配が終わる。釜石鉱山、田中製鉄所設立カロルを置いては数奇教、ローマ教皇に選出ヨハネ・パウロ2世となる。北端夕張新炭鉱ガスと出事故夕張しシみず。 沢清史長の慰霊碑阪神タイガース優勝2009年に引き上げられたカーネル・サンダース像発明家、田中久志へ誕生。右は万年寺名称、伊藤博文誕生19世紀末短美主義を象徴したオスカー・ワイルド誕生地球物理学者、田中立愛吉誕生。メートル法や日本式ローマ字の普及に努めたアメリカ近代演劇を築いた劇作家。 友人オニール誕生プロテニスプレイヤー、大阪直美誕生。五福島の戦いに敗れた、当春方自陣オランダの作曲家、ヤンピーテルス・ゾーンスウェーリンクボツ。歌謡編奏曲。それは、マルスの神大きく受学者、山崎安西ボツエカチェリーナ二世の長身、グリゴリーポチョムキン・ボツ受学者、内山陽ボツイスラエルの赤眼の英雄、モウシセダヤンボツ。ありがとうございます。